はい、こんにちは、ともです。今日はですね、 PRS のこれブルージーンズって言うらしいんですけども、なんか池部楽器さんですか、日本特注というかね、素晴らしい、なんか錦鯉みたいですね。まずはフロントピックアップからいってみましょう。 F7 なんかメジャーで終わっちゃいますとても綺麗な音ですね。綺麗な音で、とてもしっかりと、これがフロントの音で、これピックね、単純にこうやるともうちょっとですよ。でこれで今、ボリュームが7ぐらいですね。7ですね。でトレブルはいつも通り10なんですね。でまた念のために、最近ね、こう弦をちょっといろいろ張り替えて、ね、こっち普通のやつですね、 EXL110 ね、こっち今張ってますね。 でこっちも好きなのね、 NYXL ね。でこれも悪くないんで、最近こっちを、こっちの方安いんでこっちを使ってますけどな。そうそうそう、なんかレスポール太いよ。今夜なんでね、あんまりでかくしたこれでしょ。でこれがミドル、なかなかね、ファンキーな感じ。でこれでまたフロント戻しますね。でこれでこのリアピックアップを、リア全然嘘リアじゃない、この、トーンコントロール10なんですが、これ引っ張るとシングルコイルなんですね。なかなかね、こう
まあこんな感じでちょっと下手なんですが、ごめんなさいね。でこれでフロントですね、リアやると、むちゃファンキまあ、こんな感じで、リアも、ネックがねすごいしっかりしてるんですよこれね。ネックのフィールもなかなかやっぱフレットとかすごい綺麗ですしね。でネックがねローズなんですね。これ後ろから見たらすごい綺麗なんです。これこういう感じですね。こんな感じで見たね。裏側。もう一回思って。なんか錦鯉みたいなこれね。僕鯉好きなんで、ね。ね、裏にはね池とかあったらいいんですけどね。なかなか大変なんでそこまではできないんですが。はい。でこれでミドル、なかなか気持ちいいねこれね。完全にデモにしてるの忘れてましたよまあこんな感じでね、また戻すと、まあすでにこう結構ね僕この方が好きやね。こうもちろんあのこの「それではまたよろしくお願いします」